2021年12月の中今を生きる僕の歌詞としてこれを残す今日は歌詞についてここに残しておきたいと思いますもうずっと2ヶ月以上新曲の歌詞と向き合っているんですけれど、まあ、なかなかこれだと思える言葉に出会えなくて もう本当にずっとずっと考え込んでいたんですけれど今日なんかやっとこの曲のキーとなるような言葉に出会えて本当にすっごくそれが嬉しかったんですあこれだよねっていうやっと降ってきてくれて なんかもう2か月以上向き合っているからこそなんだろ逆に逃げてんじゃないかとか思ってしまう時もあったんですけれど、まあ、逃げてないから苦しいわけで実際はもう本当に今日までずっとずっと。 向き合い続けた結果この言葉に出会えたんですけれど多分ここからはガーッとできるような気がしています、まあ、もしかしたらできないかもしれないけれどでもそれでもこの曲と向き合い続けていきたいなと そんな風に思ったのでそれをここに残しておきたいと思います今日はでも本当にそれが嬉しかったですわかんないでもここからまたいろいろ作っていく中で少しずつ変化を加えるかもしれないけれどでも今はこれが 一番しっくりくるものこの曲のストーリーを表す一番の言葉だと思うので頑張りたいと思いますではまたおやすみなさいバイバイ